ございます。路地裏 TV です。すぐ後ろがね、三条会商店街があって、その奥に二条城がねあるんですけど、今回は朝食ご紹介したいと思います。新しくできたお店で、もともとねミシュランの星とかを獲得してるお店で修行された方が、新しくねお店をオープンされて、6,000円でね絶品のねコース料理が味わえる朝食を始められたということで、前ね一回いただいてすごい美味しかったんで、早速ご紹介したいと思います。じゃあ早速行ってみます。はい、ということで、土日限定のですね朝食今からいただきたいと思います。では先付けからご用意させていただきます、はい、どうぞお分けください。最初ですね、松茸のおひたしご用意させていただきました。松茸と、新潟県の水という山菜ですね、そちらをおひたしにさせていただいてます。そしてちょうど今日9月9日ですね、朝陽の節句ございますので、別の名菊の節句とも言ったりします。ですので、菊を少し散らしてございます。どうぞ召し上がりください。あ、松茸と菊、あ、季節ですね。つい先日もねちょっともう有名な京料理店に伺ったんですけど、同じように菊花散らしされててね、なんかやっぱりこの時期はいいですね。この山菜美味しい、シャキシャキですね。こう最初の一品ね、これぐらいでちょっとずつ胃袋を刺激していく感じがすごいいいですよね。ちなみに料理屋園さんね、朝から結構品数多いんですよ。朝食来られる方は前日夜食べ過ぎないようにしてください。ビールってなんでこんなうまいんでしょうね。昼ビールも美味しいですけど、朝ビールうまい。で本日長野県コシヒカリでご準備させていただきました。こちらからカブラの塩漬け、一緒に山椒の辛煮をあえております。でこちらがおかかですね。でこちらがナスの酢漬けになっております。でこちらが新物のイクラでだし漬けにいたしました。ご飯のお供に一緒にお召し上がりください。このタイミングでご飯出るの嬉しくないですか。そしてこのご飯のお供ですよ、うまそう。これご飯おかわりできるんですけど、皆さん気をつけてください。この後おかずめっちゃ出てくるんで、今これで満足しちゃったらダメなんですよ。これ気をつけてください。食べたくなるんですけど、あとこれイクラとかねあるんですよ。しかもだし漬け、こんなんもうイクラ丼にしたいじゃないですか。うまっ。では続きまして、クエのフリットでございます。おビール飲まれていらっしゃいますので、お先に、揚げ物お出しさせていただきます。クエのフリット名付けてイノクマフライド、チキンですね、 IFK でございます。はい、日本料理屋ですのでハーブなどは使わず、ごま、七味、青のりなどを使ってちょっと和風に仕上げているフリットになっております。どうぞこちらもビールのあて、ご飯のお供としてお召し上がりください。いいですね。このちょっとお酒飲んでるとこう順番前後してくれたりするんです。嬉しいですね。うまそう。いわゆるクエの和風フライドチキンみたいな感じですかね。ああうま。旅行行った時とかの旅館の朝食ってなんかこう抜群に美味しいじゃないですか。あれの最高バージョンみたいな感じですね。友達とかが京都旅行に来た時とかに連れてきたんですよ。だし巻き卵ですね、負けましたのでご用意させていただきました。ただだし巻き卵今どこでも出るんですよね。ただ普通に出すのではちょっと違うかなと思いまして、湯葉のあんかけご用意させていただきました。だし巻き卵の湯葉のあんかけです。どうぞ。だし巻き卵いいですね。これ湯葉のあんかけになってるっていう、このやっぱ一仕事二仕事。確かにだし巻き卵僕も好きですけど、まあどこでもあるっちゃありますもんね。ちょっとこう個性が出てるのは素晴らしい。湯葉が結構細かくカットされてるんですよ。この湯葉のとろみとだし巻きの柔らかい食感が結構近くて、すごいね風味の違う似たような食感のものがこう口に一気に入って一体となりますね。結構ね今の段階でも出てきてるんでしょう、いろいろ品数まだ出てきます。はい、続いてご飯お出ししましたので、お味噌汁ご用意させていただきました。
お味噌汁は宮古島の味噌を使ってます。宮古島の味噌と、お揚げと九条ネギ、そして冬瓜とご用意させていただいてます。どうぞ召し上がりください。ホテルとか旅館のバイキングで並んでたら全部取りたくなるのもやっぱり出てくるイメージですね。宮古島のお味噌、これ面白いですね。結構優しい味、いろんなおかずいただくんでこのぐらいがちょうどいいんですよ。主張はい、静岡県の1キロアップの金目鯛ですね。ただ炙るのではなくてその皮目を炭で焼くというような感覚で焼かせていただきます。では失礼いたします。このためだけに炭焼いてはるんですか、朝、はい、すごいな。あ、いい香りしてきました、炭の。やっぱりバーでやるのと炭でやるのとだと全然違うので。本当ですね。はい、それで やっぱり炭の方が美味しくできるので、炭の方でやらせていただいてます。はい、金目鯛ですね、金目鯛と、わさびと、そしてシソのスプラウトですね、ペリーラって言ったりします。そちらをご用意してます。四角い器の中ですね、こちらチリ酢と呼んでまして、大根おろし、九条ネギ、柚子の果汁とお醤油で作りましたポン酢のような味わいとなっております。どうぞ一緒にお召し上がりください。この焼き目の香ばしさが止まりません。ありがとうございます。このチリ酢ね、これ面白いですよね。うまっ、素晴らしい。なんていうのかな、大根おろしがね、いい感じで食べるポン酢みたいな感じかな。すっごい絡んでくるんですよね。ちょっとピリ辛、これがお酒に合うんですよね。冷たいお料理なんですけれども、しっかりご飯のあてになるような味付けでご用意させていただいております。今日焼きナスですね、はい、修学院利休の音川さんからいただいているお茄子を、焼き茄子にさせていただきました。そして下はですね、上賀茂の玉田さんのオクラをですね、たたきオクラとしてご用意させていただいております。そして朝削りたてのかつお節と添えてます。どうぞ一緒にお召し上がりください。焼き茄子、オクラ、かつお節、全部好き。焼き茄子もなんか飲み物みたいに柔らかいですけど、エンさんのお料理ね、すごい品数多いんですけど、お野菜多いんでね、食べた後はパンパンになりますけど、お腹減ってきます、ちゃんとお昼ぐらいの時から。この削りたての鰹節がめっちゃいい仕事してるんですね。これがこうサラダ感を消してこう料理にしてくれてる感じ、それぞれを一緒に口に入れた時になんかこう料理として完成するみたいな、そんな感じかな。シマアジご用意させていただきました。最後炊き合わせです。シマアジと万願寺唐辛子と、青瓜、そして、小芋になります。上からシソ、胡椒というのを作ってます。はい、柚子胡椒の柚子をシソに置き換えたものと思っていただけたらと思います。そのシソ胡椒のあんかけと花ほじそをご用意してます。どうぞ召し上がりください。柚子胡椒じゃなくてシソ胡椒、柚子胡椒ほどこうピリッと感が抑えられてて、食べやすいですね。最後デザートをご用意させていただきました。はい、いちじくですね、いちじくを焼きまして焼きいちじくにさせていただいてます。焼きいちじくと、愛媛県の栗を蜜にしてます。上からですね、こちら豆腐で作りましたクリームです。豆腐のクリーム、そして、洋菓子のクロッカンというのがございます。そちらを添えてます。どうぞ一緒にお召し上がりください。いちじくでも子供の頃あんまり食べた記憶なかったんですけど、最近食べる機会増えてきて美味しいっすよね、いちじく。しかも焼いても美味しいし、ちょっとこのしょっぱい塩味がめっちゃいい。この豆乳の豆腐のクリーム、これ最高っすね。すいません、今日はごちそうさまでした。とんでもないです、こちらこそありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。土日だけなんですよね。はい、朝食は土日のみやらせていただいておりまして、はい、お昼は平日祝日関係なくやらせていただいております。はい、お昼夜ですね。ということで、まあ朝食もいいですけど、お昼夜ゆっくり食事したいという方にもおすすめということで、ありがとうございます。ありがとうございます。待ってしてもらいます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。すいません、ありがとうございます。はい、ということで
料理屋円さんの朝食最高でしたね。まあ、二条城近くなんで結構あの辺ねホテルも多いんで観光の方もおすすめですけど、地元の方もね、まあ、平日頑張って仕事しました。土日にちょっと自分へのご褒美6,000円、普通に居酒屋行っても6,000円ぐらいかかりますけど、あの本格的な料理をね朝から楽しんでちょっと飲んでも7,000円ぐらいで落ち着くんでね、そういう自分へのご褒美の使い方としてもおすすめです。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。いつもよ